さあ皆さんこんにちは。本日もウェルカムワンダフルライフやっていきましょうか。さあ新たな物語が始まったわけですが、今日のところは何について話していくのかっていうところですが、品種改良について語っていきましょう。で、ここにでっかいでっかいツルタンと呼ばれる生物がいるんだけど、まずはこのツルタンとは具体的に何なのかっていうところであったりとか、品種改良のコツであったりとかポイントっていうところについて語っていきましょう。で、この品種改良のコツっていうのがとても重要なので、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。そしてもしよろしければ、これを機会にチャンネル登録、そして高評価もポチッと押していただけると幸いですね。よろしくお願いします。ではまずですね、下の方を見ていただきたいんですが、ツルタンの開放条件と、品種改良自体の開放条件、そちらについて語っていきましょうか。まず1点目としましては、誕生の章までストーリーを進めるっていうところで、始まりの章ではまだ品種改良ができません。まあ、要するに1年目ですね。で、品種改良がしたい場合は、まず、誕生の章まで、要するに、2年目以降まで、ストーリーを進めましょう。まあ、第2章という言い方が正しいか。で、その後に、品種改良のイベントを発生させましょう。誕生の章まで進み、ある程度、農業をこなしており、なおかつ、高倉さんが帰宅している時に、発生するイベントとなっていて、まあ、だいたい夕方から夜には、家にいることが多いので、高倉さんの家に寄ってみましょう。で、そのタイミングで、なんと、品種改良のイベントが発生します。で、その後に、イベントが発生すると、高倉さんの家に喋る植物、ツルタンが置かれていると、マジでやばいっすよ。見た目やばすぎないか、誰みたいな。で、このツルタンと会話して、仲良くなることで、品種改良を頼めるようになりますね。で、まずは、仲良くなるために毎日話しかけたり、まあ、連続で話しかけたり、そして作物の種であったりとか、実を調べてもらいましょう。で、品種管理に使う作物を2つ渡すっていうところで、ツルタンと仲良くなると、品種改良がようやく頼めるようになりますね。で、そこで作物を2つ渡すことで、品種改良を行い、作物のレベルが上がったり、突然変異種、珍種が出来上がったりしますね。ちなみに人参を渡すと機嫌が悪くなるので、そこのところはね、避けていった方がいいのかなっていうところ。また、人参に似ているものもダメで、例えばキャベリであったりとか、キャメロも渡さないようにしましょう。ただ一方で種に関しては大丈夫なので、人参を使って品種改良したい場合は、実ではなくて種を渡しましょう。で、次に上の方ですね。品種改良のコツとポイントっていうところで、こちらについて語っていきましょうか。で、まずですね、このツルタンっていうのが、特徴がございまして、じゃあどういった特徴かっていうと、季節によって体調が左右します。これさ、皆さん知ってましたか？どうでしょうか？では具体的に、どの季節が体調がいいのかっていうところなんですが、このツルタンの体調は、品種改良の成功率に影響を及ぼしますね。なので、まあ、例えば、こちら見ていただきたいんですが、ちょっと切れちゃってますけど、パーロットの月は普通で、ペッパーの月は良い、で、アンバーの月は普通、で、インディゴの月は悪いというところなので、ペッパーの月にできるだけ品種改良していくと。一方で、インディゴの月に関しては体調が悪いと、デフォルトで機嫌が悪いので、できるだけ避けていくと。まあ、そういった仕様がございます。こちらに関してもぜひね、各自でご確認お願いいたしますね。だからまあ、パーロットとかアンバーとかでも別にいいんだけどさ、まあできればペッパーの月に集中して品種改良はやっていきたいと。まあそんな感じでしょうか。で、あとは期限がいい時間にお願いするというところで、まあツルタンは基本的には PM12 時から PM6 時は期限が良くて、で、昼から夕方の間に品種改良をお願いすると成功率が上がります。ちょっと期限がね、漢字変換ミスでちょっと期限になっているんですが、そこのところはご了承くださいと。で、期限がいい時間にお願いするというところで、まあ、ペッパーの月、なおかつ、まあ、例えば PM12 時か PM6 時の間、こちらに依頼することで最高品質のものがゲットすることできるので、ここもね、しっかりと厳選していきましょう。なんでまあ基本的には午前中はね、低血圧なのかどうかちょっとわからないけど、基本的には
まあ午後以降が、まあ機嫌がいいというところみたいです。こちらね、デフォルトでなっておりますので、どの季節でも特に変更点はございません。では次、品質の高い作物を使うというところで、こちらに関しては、品種改良に使う作物の品質が高ければ高いほど成功率が上がります。例えば、品質 S 同士で品種改良を行うと、ほぼ成功するため、できれば、品質 S 同士で品種改良を行いたいところですね。なので、品質が悪いものより、いいものの方が、よりね、成功率が高まると、いいものができやすいというところですね。なんかこれに関しては、ドラゴンクエストモンスターズみたいな感じなんですが、まあとりあえずそのような仕様になっておりますというところですね。で、次、特殊効果を付与する花を活用というところで、こちらに関しては、花の中には、品種改良に使える花が、3つ存在いたします。で、この花には、作物を品種改良すると、品質が S になったり、どの季節でも育つようになるなど、作物にいい効果を与えてくれます。これらの効果がある花は、季節ごとに入手できる種類が決まっているので、常に集めておきましょう。って感じですね。まあまあまあ、これに関してはね、また後ほど詳しく話していきたいと思っているんですが、まあそういったものがあるんだなっていうご認識だけお願いいたします。まあ結構花って種類がありますからね。あとはまあシードメーカーの発注とかかな。まあこれも重要ですよね。まあシードメーカーは牧場の収入が基本的には4500ゴールドかな。こちら超えると、ようやくそのタイミングで発注できるようになる機会となっておりまして、最大12個の実を入れることができて、実1個につき種が2個に変換されます。これでできた種を使って品種改良を進めていくと。だからまあ、お金をそんなに使わずに、まあ品種改良ができるっていう認識で間違いないかな。まあ種も結構高いからね。そして種ができるまでは 1.5 日から 2.5 日の時間がかかるんで、まあこれが結構めんどくさいんですよね。そう、時間がね、かかるからな。まあそこがネックなところかなというところですね。まあそんな感じでございます。で、他にはですね、まあ陳死の作物を作るためにすごい畑を発注というところで、まあすごい畑っていうものが実はね、ございまして、こちらですね、意外に安くて、まあすごいって書かれているけど、なんとね、2万ゴールドで発注することができるんですよ。で、それを発注して、で、すごい畑でのみ育てることで、なんと、陳死とすごく相性がいいのかどうかわかりませんけど、なんかいいものができるみたい。なのでまあそういったところもね、工夫していくのがいいのかなっていうところですね。なのでまあいいものをゲットしたいんであれば、この品種改良っていうものが避けては通れない道となっておりますので、ぜひね皆さん、品種改良やっていきましょう。ただ品種改良は本当にマストだからな。これは絶対にやらなければいけないことなんで、ぜひ皆さん意識してやっていくしかないよ。はい。まあそんな感じでございます。あと1点補足なんですけど、全然なんか品種改良と関係ないけどさ、羊いるじゃん。で、ここにまあ羊がいるわけなんだけど、なんかモフッとさ、全然ならないんだよね。いや、マジで全然ならなくてさ、困ってんだけど、5日に1回モフッとなる予定だと思うんですけど、全然ならないね。なんでなんだろう。なんでだ？もっとモフッとなってくれてもええんやてって感じなんですが、なんか7日に1回ぐらいのペースでモフってる感じがするわ。これはなんか栄養不足とか機嫌が悪いとかそういったノリ？あんま関係ない気がするんだけど、どうなんでしょうか。ちょっとそこがね、謎なんですけど。まあ、とりあえずね、ちょっと羊をね、たくさん飼っておりますので、ちょっと頑張ってね、金の羊毛出してくれないと困りますよ。いや、けど本当にさ、金の羊毛が全然手に入らないな。これもしかすると、牛飼った方がいいのかな？どうなんだろう。牛の場合には1日に2回、乳をね、取ることができるんで、これ結構でかいんですよ。ただ一方で、この牛ね、ノーマルなんで、初期の牛なんで、あまりね、レベルが高くないと良くないというところなんで、まあこれはなんかもう、卒業かもしれないですね。どうなんだろう。なんかコスパかなーって感じですよね、結局。で、あとは、ニワトリか。で、頬ずりでおろしましょう。結構卵落としてくれるからありがたいよね。で、しまっていきましょうか。で、他には、あ、待って。違う。で、ここで、あ、卵はもう育ててるか。
どん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 鶏がね、卵を産んでくれるんで、これはかなりありがたいよね。で、頬ずりで、おろして、で、頬ずりで、おろして、ひよこが一番可愛いよな、こう見てみると。で、頬ずりと。で、まあ、基本的に品種改良はね、いいものがゲットできるけど、ただまあ、酪農の方がね、ぶっちゃけなんか簡単にゲットできるので、個人的にはね、酪農もおすすめかな、お金稼ぎとかであれば。まあ何をやりたいのか何をやるのかっていうところにもよると思いますけど、酪農もねかなりおすすめなんで、ぜひね皆さん酪農も積極的にやってください。それなんだよな、酪農も超重要だからね。であと犬もね育成してるわけなんだけど、これってなんか今更ながら意味があるんかな。あ、施設の注文なんか新たに出てるね。何これ、すごい畑だ。あれ2万じゃなかったっけ、6万になってるね。あれ俺の見間違いか。とても超えた大きな畑を作ります。いやーちょっと金ないっすよ兄貴。いやお金がマジでちょっと今ないんでね、ちょっと厳しいですね。てのいうことで、ちょっと今日のところは一旦寝ましょうか。ちょっと一旦寝ましょうかね。ちょっとこれらを一度しまいまして寝ましょうか。できるだけね素材とか持っといた方がいいみたいなんで、とりあえずね保有してます。てな感じで、こんな感じか。で、あとは、魚とかはね、保存してるけど、特になんか意味ないのかな。品種改良とかでは使い道はないもんね。使い道はないので、まあ、一応持ってるけど、まあ、料理用かな、あれは。うん、料理用ですね。はい、ということで、翌日になりました。で、新たな一日が始まります。奥さん、こんにちはと、おはようございます。早くないみんな、6時って。何時に起きてます皆さん。早くねえか主人公。いや、全然いいんだけどさ。で、ちょっと羊をね、見に行きましょうか。あれ、全然もう降ってないね。全然もう降ってないっすよね、やっぱ。バグじゃねえよな。何なんだろう。全然もう降ってないっすね。寿命じゃないか。季節的なもの全然も降らないね。本当にお前ら健康なのか。え、待って。全然ゲットできねえんだけど。一応牧草も設置してんのにね。ちょっとお金稼ぎしたいんだけどさ。全然なんか羊毛が取れなくて困ってるわ。そもそもも降らないみたいな感じなんでね。いや、ちょっとこれはどうなんでしょうか。なんか俺のやり方が悪いのかな。ぜひね、ちょっとご存知の方いたら、ぜひコメント欄で補足をお願いします。これちょっと困ってるな。5日起きじゃなかったっけみたいな感じなんですけど。サイクル決まってんじゃないの？けど、最後にね、買ったのが2日目だったと思うんですよね。で、1個しかゲットしてないさ。これはもしかして中に入れないといけないのか。そんなことないよね。なんかちょっと謎が謎を呼んでるけど、まあいいや。あ、そして、俺忘れていた。水をあげること。これさ、切って水をあげなくてもしかしていいのかな。ちょ、一応あげてるんだけどさ、これって必要あるんでしょうか。ちょっとそれがね気になっているんですが、なんかあげたらスピードが速くなるみたいなノリか、どうなんだろうね。ちょっとそこのところが個人的には気になります。なんかあげなくていい感じがするけど、どうなんだろうね。ちょっとそこも含めてね、ちょっとご存知の方いたら、ぜひちょっとコメント欄でコメントお願いします。ってことで、ちょっと昨日ね、やっちまったんだよな。そう、昨日やっちまったんすよ。水をね、あげ忘れて寝てしまったわ。これね、良くないっすね。しっかり水をあげていきましょう。で、これで、なんかさ、やりにくいよな。なんか結局なんか一個一個やった方が早い気がするわ。で、これで OK。さあ、ということで、ちょっと一旦動画終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、忘れずにポチッとお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃの。お前、寝てんのかい。寝るんじゃねえ。